問題のボークのシーンなんですけども、青柳投手が動いてるか動いてないかを、見ておいてください。ね、全く動いてないでしょ。ほぼほぼ。まあ、これがすごくおかしなところで、で、ボークについての、ルール。今、ルールを。ちょっと待ってくださいね。こういう風なルールなんですよ、ボークとは。で、どこかに抵触するかっていうと、絶対ないです。全く動いてない状態ですから。プレートにも足はついてたはずですね。まあ、それは、あんまり細かいこと言うと、真上から見なきゃわからないみたいな話になってくるんですけども、まあ、それはまずないでしょうね。考えられないですよね。こういう風にね、まあ、まあ、動画名がね、こういう動画名なんですけども、これで、ね、出てくるかっていうと、まあ、まず、なかなか難しい。ホームページ、淡井圭介の力。まあ、こういうふうな画面から入ってもらって、1番のところを見てもらって、今までね、去年もそうだったんですよ。いっぱい、ジャッジ、むちゃくちゃなジャッジっていっぱいあって、で、それで、点数の行き先とかを、めちゃくちゃな操作をしていた。で、巨人が最下位1回もなった、1回しかなったことないですから、戦後。だからどう考えても、おかしな試合の運び方をしていたんですね。で、ここですね、2024年3月30日、記載、昨日までの内容をご覧くださいからの下の欄。で、ここに、あります、2024プロ野球開幕戦阪神タイガースの試合に、まあ、開幕戦の試合での出来事ですね。で、これね、今、まあ、確認動作してたのは、2024年3月30日、18時36分。見えてますかね、これね、いちいち検証するの時間かかるんですよ、動画撮影して。で、ね、テレビの録画の場合だと、例えば報道関係だったら、淡井圭介に対して言った内容とか昔は多々あったのが、録画してもその内容再生すると削除されている、ハードディスクドライブとかでは。で、それがもともとテレビ局では昔から常習化されてたんですね。で、報道ステーションでも昨日、ボークの件全く触れなかったでしょう。で、そうすることによって、点数の入り方が逆になるんですよ。で、巨人が最下位行かなきゃならないのに、阪神タイガースが今最下位行かされそうになってるんですよ。だから戦後1回しか、巨人が最下位になったことないっていうのは、これは誠におかしな話であって、よっぽど、むちゃくちゃな科学を利用した、頭の中の搾取だとか、そういったことをしない限り、そういう結果にはならないんですよ。だから、まあ、このこともね、佳子さまや、皇室の方たちもしっかりと、理解していただいて、今後ご協力ご対応のほど、国会議員の方たちも含めてですよ。これ法律が何なのかもうめちゃくちゃになってます、世の中。本当に。淡井圭介が言い出したから、阪神タイガースが犠牲になって、阪神タイガースが最下位になって、横浜が優勝じゃないですよ。巨人ですよ。巨人がものすごい優勝回数今までしていて、むちゃくちゃなことしてたんですから。当たり前じゃないですか。こんなに分かりきったことを、いちいち法律名、いるんですか？一応いろいろ記載してますけども。いや、それね、全部第何条、第何条とか、そういうふうな書き方をし始めると、説明欄のところにある程度は書いてますけども、これ、きりなくなります、本当に。全部話、つながってくるから。だから、その辺のところで、していいことと悪いことで、余計な、労働力を使わさないように、淡井圭介に。普通の、審判としての行動をしてください。で、先ほどの動画でも、18分のところですけども、まあ、細かいこと言うようですけども、あのボール、青柳投手が投げた、ボール、ボールと判定されているんですけども、本当はそのゾーン、ストライクなんですよ。で、左側にね、ストライクゾーンの枠があって、何球目がここ、何球目がここ、何球目がここって、こう映像がついてるじゃないですか。
ストライクゾーンの中行ってるんですよ、表記も。見た目でわかりますよ。で、ね、その動画で、何分ぐらいだったかな、待ってください、確認します。同じようなところにボールを投げ込んでるんですけども、合わせるようなバッティングの流し打ちで、まあ、左打者の方なんですけども、36分40秒頃ですね、レフト方向に、打ち返してます。まあ、もともとストライクゾーンのところですからね、まあ、打ち方や、まあ、読み方、その、無理に引っ張らなかったり、流し打ち、綺麗に合わせるような流し打ちですね、その野手と野手の間を狙い打つような、そういうふうな打ち方になってくるんですよ。で、ただ、そこのところのストライクゾーンまでボールって言われたら、もう話めちゃくちゃなんで、結構低めのところでも、その、初戦の開幕戦については、まあ、しっかりとした内容では18分頃っていう形でね、この動画のところですよ。指の矢印がついているところの。まあ、その18分のところ、本当はストライクゾーンのところボールって判定されてるんですけど、他にもね、開幕戦もずっと見ながら試合に取り組んでたので、他にもあるんですよ、本当は。だからその辺のところでちょっとストライクゾーンからしてもうめちゃくちゃで、最後ボークのところなんか完全に動いてないのにボークって言われたでしょう。で、その辺のところで巨人が責任持ってしっかりと再開いかなければならない。もうこれ、そのボーク云々とかだけじゃなくて、もう今までの優勝回数で物事見なかったら話めちゃくちゃになるんですよ。NBA の残存量問題ね、これにしっかりと取り組めない形になります。これはもう確定的な話なので、しっかりと巨人の得点が、横浜ベイスターズに行くように設定してください。そうじゃなかったらこのままだと巨人がまた優勝するような形になりますよ。本当に。このままだとね、もう未来から見てる人が、いや、さっき自分の声でね、判断してるんですよ。まあ、巨人の優勝はないみたいですね。喋り方の時に涙声に途中で変わったでしょ。だから、巨人の優勝は多分ないとは思いますよ。このままだったら巨人の優勝ですよって言った瞬間、まあ、とにもかくにも巨人が2連敗しておかないとおかしな状態ですね。以上です。